聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第5話お届けしたいと思います。現在地は三重県伊勢市の伊勢市駅です。伊勢と聞いて勘が働いたならズバリその通り、伊勢神宮のお膝元にある JR の駅です。お隣には近鉄の駅もあります。前回までは和歌山県の那智勝浦町が旅の舞台でした。この映像作品に関しては伊勢市でやることといってはもうこれしかありません。伊勢神宮参拝です。下空内空の順番に参拝をして、内空のすぐ近くにはおかげ横丁という門前町がありますので、そこでちょっとしたグルメの話題も取り上げたいと思っております。とはいえ今から行くわけではありません。これから宿に向かいます。夜が明けてから伊勢神宮参拝本格的に始めたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。一緒に伊勢神宮での初詣楽しみましょう。まずは遅い時間帯なので改札を抜けて、今日一晩お世話になるビジネスホテルさんへ向かいたいと思います。もうすぐ改札です。伊勢市駅の改札抜けました。ここに書いてある通り、伊勢神宮の下空までは500メートルということで、夜が明けたら伊勢神宮の下空目指したいと思います。で、参考になったらいいかなと思うんですけど、念のため参拝に備えて社務所の方で確認を取りました。朝5時から伊勢神宮参拝が可能らしいです。というわけで宿に向かいます。踏切を渡って住宅街のようなところを歩いてます。僕の宿の取り方が良くなかったのかもしれないんですけど、今回の宿、伊勢市駅からだと徒歩で20分あるんですよね。果たしてちゃんとたどり着けるかな。随分歩いたんですけども、今回泊まるお宿、やっと見つけました。でもね、すごいですよ。歩いてて遠目からでも、あの大きな建物が見えてましたもん。やってきました。ホテル、キャスルイン伊勢さんです。早速、チェックインしたいと思います。チェックイン無事完了です。これからお部屋向かいます。はい。開けました。おお、いい感じじゃないですか。カードを挿したら、で、ここで脱いで、スリッパが和風な感じになってる。ホテルさんの個性がここにも出てますよ。前日に泊まった民宿がけなすわけじゃないけど、全然違う。浴衣がここですね。後でこれに着替えよう。お知らせ、チェックインの時に12階の大浴場の利用時間について紙をいただきました。ホテルキャスリンさん、伊勢市駅から徒歩だと20分ぐらいかかっちゃうんですけど、まあ、でも気に入りましたね。一泊素泊まりで7100円と高いんですけど、コストパフォーマンスに見合ったビジネスホテルになってるのはよく理解できました。というわけで、はい、12階の大浴場に行って、しっかり汗を流して、備え付けの浴衣に着替えてみました。どうですか？本当にだし、美人じゃないんであれなんですけど、まあ、お風呂を利用してみて分かったことがあるので、1点だけお伝えしたいと思います。こちらでお風呂を利用する場合、貴重品を12階の大浴場まで持ち込まないときは、1階のフロントにルームキー預ける必要があるみたいです。それの説明を受けてなかったので、今気がついた感じです。まあ、というわけで、お腹すきました。そろそろご飯にしたいと思います。ちなみにもう開けちゃいましたけど、宮の雪っていう四日市の酒造メーカーさんの日本酒買ってきました。スーパードライに比べると30円安かった。というわけで、また明日早いので、ちなみにこの映像を撮っているのが深夜の0時10分なんですけど、またですね、あと4時間後には起きてなきゃいけないので、とっとと寝ます。今日一日頑張った皆さん、本当にお疲れ様でした。そういうわけで、おやすみなさい。
おはようございます。紀伊半島編と題した旅行シリーズ2日目になりました。現在朝の6時前です。まだ真っ暗で暗いです。カメラを持って歩きながら撮影するのが怖いくらいです。吐く息がメガネのレンズを曇らせてしまうので、昨日一晩お世話になったホテルキャスルイン伊勢さん、無事にチェックアウトを済ませて伊勢神宮の下宮へ向かって移動してますが、なんでこんなに暗いのかなと思ったら街灯が全然ないんだ。今結局カメラのライトを頼りに動いてるんで、これはちょっとやばい。ということで、あちらに伊勢市駅のホーム見えるんで、だいぶ下宮に近づいてきました。まだ日も昇ってはおりません。というかお月様がまだ高校と輝いてます。伊勢市駅戻ってきました。寒い、めっちゃ寒いです。でもここまで来たら下宮までは残り 500m ですから、初詣しちゃいましょう。ここから先が伊勢神宮下宮の表参道らしいんで、神様の壊す世界になりますから、挨拶をして入っていこうと思います。じゃあ行きましょうか。ということで、だいぶ下宮の参道を歩いてきまして、それと今は誰も周りにいないんで、アゴマスクで失礼ながら歩いております。人混みが見えたらマスクをしようと思いますけど、今は大丈夫でしょうね。この参道の両側、真珠の宝飾関係のお店いくつか見かけました。伊勢志摩地方の特産品ですからね、真珠って。歩道ってありますから、もうそろそろ伊勢神宮の下宮でしょう。下宮前ということで、どうやら到着したみたいです。ここからがお伊勢詣、しかも初詣というおまけ付きの参拝の始まりですね。いや、それにしても何度も言いますが寒い、めっちゃ寒い。正式には豊受大神宮というそうです。お米をはじめ衣食住の恵みをお与えくださる産業の守護神なんだそうです。雰囲気のいい橋もあって、手洗いとか下城とかありますよ。こう渡って進んでいきましょう。ちょっとした太鼓橋みたいになってるんだ。橋を渡るとすぐ左側に手水舎があります。手水舎はこんな感じになってまして、未だに猛威を振る感染症対策の一環で、以前は柄杓を使ってたんですけど、今は柄杓を使わないで直接お清めをするという、そういう方針になってるみたいですね。ちょっとお清めしていきましょうか。お清めの仕方にも決まりがあります。まず左手を清めて、右手を清めて、それでこのようにして左手で水をすくって口をすくいで、もう一度左手を洗い清めます。これが手水舎での正式な作法なんだそうです。参考にしていただければと思います。それではぼちぼちと下宮内の本格的な参拝始めていこうと思います。ちょうど後ろに大きな鳥居が見えるんですよ。こっ
から先は神様の世界です。神様に対して敬意を払わなくてはいけません。挨拶をしていきましょう。では早速本格的な外宮参拝初詣行ってきます。やっぱり伊勢神宮は全ての神社の頂点に立つみたいなイメージがあるんで、外宮のこの正宮へと進む道のりを見ただけでも他の神社とは違う趣があることをいい意味で感じざるを得ないんですよね。最初の鳥居をくぐり抜けて、ものの数分で二つ目の鳥居が見えました。ここでも挨拶をしていかなければならない、そういう作法になってます。作法に従って境内を進みたいと思います。現在の時刻が午前6時50分を過ぎたところです。だいぶ空の方が明るくなってきました。それで正宮こちらですということで看板が出てるんですが、一つ決まり事があります。正宮の中では一切の撮影が禁止されています。静止画も動画もどちらも撮影禁止です。なので正宮の手前で撮影を止めて、あとは作法に習ってお参りをしていきたいと思います。ここから正宮まではそれほど時間はかからないはずですから、このまま順路に従って進みたいと思います。あれですね、正宮の鳥居があれです。さっき申し上げましたように、ここから先の撮影は一切禁じられてます。一旦ここで撮影を止めたいと思います。正宮での参拝が終わりました。参拝終わったら後ろに見える出口から出てくるんですけども、正宮から入ってちょうど右側に出口があるので、ここから出てくるような順路になってます。やっぱり普段知っている神社とは別格という印象で、参拝をし終えた後に心が清められたような気分になりました。あともう一つ、伊勢神宮参拝の時にやってはいけないことがあります。それはお願いをしてはいけないということです。じゃあ参拝をする時に何をしたらいいのっていうことなんですけども、とにかく自分の健康無事を神様にご報告する、そういう気持ちで臨むのが正しいと言われてます。だから僕今回正宮内での参拝で一切何の願い事もしてません。もし間違ってたらないですけど、合っていたら参考にしてください。外宮参拝だいぶ簡略してますけども終わりましたので、今度は内宮に向かって移動したいと思いますが、ここでも絶対に忘れてはいけない決まり事があります。鳥居を出る時も挨拶が必要です。挨拶をしていきましょう。もう一つありますので、そちらの鳥居でも挨拶をしていきます。最初の鳥居まで戻ってきましたので、もう一度挨拶をしていきます。これにて外宮参拝コンプリートです。もうそろそろ内宮行きのバスが動き始めてるのいいな。今度はいよいよ内宮参拝です。信号を渡った先にバス乗り場があります。ここから内宮へ行けるはずなので、時刻表を確認して内宮行きのバスあと10分後だそうです。これに乗って行こうと思います。路線バスの系統図はこんな感じです。内宮
行きのバスに乗りました。 IC カードも使えるみたいで440円です。向こうでタッチした場合はまたここでタッチして構成さんになる。了解です。はい、結構です。ありがとうございました。内宮前の停留所に到着しました。ここから内宮での参拝および初詣が始まります。最後までご視聴ありがとうございました。